シャーロットはアメリカ合衆国のオスカロライナ州南西部に位置する都市。同部有数の世界都市。人口は73万1424人で、同州最大、全米でも第17位である。メクレンバーグ軍を中心に11軍にまたがる都市圏は224万3960人。2つの小都市圏を加えた。 広域都市圏は240万2623人の人口を抱えている。市名はジョージ3世の王妃シャーロットにちなみ、それゆえに現代においてもクイーンシティという愛称を持っている。初期にはゴールドラッシュで湧き、近郊の町として栄え、金貨を作るために造幣局の支局も設けられた。やがてゴールドラッシュの中心はカリフォルニアへと移って下火となり、 南北戦争が開戦すると造兵局は南軍に接収されたが、その後は面織物産業が発展した。20世紀後半以降は金融センターとして急成長を遂げた。シャーロットは南北カロライナの文化の中心地でもあり、市内には美術館や博物館、劇場などの文化施設が集中している。また、変わったところでは、シャーロットは ナスカーの聖地として知られている。シャーロットやその近郊には、ナスカーのスプリントカップシリーズに参戦するチームのほぼすべてがファクトリーを置いているほか、市内にはナスカー電動が立地している。シャーロット・ヒヨーロッパ人が入植する以前には、今日のシャーロットを中心とする、この地にはネイティブアメリカンの加藤和族が住み着いていた。1740年代、ペンシルベニア、 メリーランドおよびデラウェアの各植民地からスコットランド系、アイルランド系の入植者がこの地に入植した。やがて1762年、アンソン軍から分離独立する形でメクレンバーグ軍が創設された。軍名は当時のイギリス国王ジョージ3世の王妃シャーロットの出生地であるドイツのメクレンブルク地方にちなんで付けられた。 今日のシャーロットの起源は1755年頃、ヤドキン川とカトーバ川の間で、後にトレードストリート及びトライオンストリートとなる日本の馬車道が交わる交差点に、トーマス・ポークが建てた一軒の家であった。この一軒の家から始まった集落はやがて1768年、シャーロット妃の名を取ってシャーロットと名付けられ、正式に法人化された。1770年には、 トレードストリートとトライオンストリートを中心として今日のアップタウンシャーロットの元となった整然とした街路が区画された。1774年にはシャーロットはメクレンバーグ軍の高級的な軍長所在地になった。1775年5月20日、メクレンバーグ軍が植民地としてのイギリスとの関係を永久に立つことを明言したメクレンバーグ独立宣言と呼ばれる宣言が シャーロットで出された。正式な独立宣言ではなかったものの、アメリカ独立宣言に先駆けて13植民地から出された、このタグリのものとしては、初めてのものであった。この1775年5月20日という日付は、ノースカロライナ周期、州省の両方に記されている。リード、金山七1799年、シャーロットの北東25マイル。 カバラス郡内のリトルメドークリークで12歳の少年コンラット・リードが光り輝く17ポンドの石を見つけた。リードフ氏はその石が何であるのかわからないまま3年間へのとどめとして使った後ファイエットビルの宝石賞にわずか3ドル50セントで売り渡した。この光り輝く石こそがアメリカ合衆国史上初めて発見された金鉱石であった。 やがてメックレンバーグ軍やその近辺では、近郊が八木早に見つかり、19世紀初頭にはアメリカ合衆国史上初のゴールドラッシュが起こった。シャーロットは近郊の町として栄え、町には採掘のエキスパートが結集した。1830年代には、ノースカロライナ州には50以上の金山があり、とりわけメックレンバーグ軍には、州内最多の金山があった。 その経済的な繁栄を象徴するかのように、1837年には、シャーロットに造幣局の支局が設けられ、地元産の金鉱石から金貨が作られた。シャーロット造幣局で作られた金貨には、シャーロットの頭文字である C の文字が刻まれた。しかし、19世紀も中盤から後半に入ると、シャーロットでのゴールドラッシュも下火になっていった。1849年に、 カリフォルニア州で金が発見されると、金を求める者は西を目指し、ゴールドラッシュの中心地はカリフォルニアへと移っていった。1861年に南北戦争が勃発すると、シャーロット造兵局は南軍に接収され、司令部及び野戦病院に転用された。シャーロットにおけるゴールドラッシュの始まりをもたらしたリード金山では、 南北戦争の終結後にも細々と採掘が続けられたが、1896年を最後に大きな金塊はもはや取れなくなり、1912年に閉山した。閉山から50年以上経った1966年、リード・金山とは国家歴史登録財をび、国定歴史建造物に指定された。映画面折物工場南北戦争後、金に代わって、シャーロットに、 地域経済の発展をもたらしたのは、綿織物であった。それまで、シャーロットやその周辺で生産された綿花は、宝石、加工のために、機体と運ばれていたが、1880年、シャーロットに、初めての綿織物工場が建てられた。この工場に雇われたのは70人で、そのほとんどは、綿紙を洗浄し、紡ぎ、織り、衣服を縫う助工であった。 やがて1890年代から1900年代にかけて、シャーロットには大規模な綿織物工場が次々と建てられ、シャーロットは綿織物産業の一大中心地へと発展した。1910年の国勢調査では、シャーロットは人口34,014人を数え、シュートローリーをしのいで、州内最大になった。 綿織物産業の発展を支えたのは1870年代に整備された鉄道網であった。大西洋岸の港湾都市ウィルミントンやリッチモンド、アトランタといった復興途上にあった南部の主要都市とシャーロットとを結んでいた鉄道はシャーロットで生産された綿織物を各地へと運んだ。1929年の世界恐慌でシャーロットの綿織物産業は 壊滅的な打撃を受け、工場が数多く閉鎖に追い込まれたが、当時の大統領ハーバート・フーバーや赤十字の助けを得て何とか保たせていた。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、シャーロットの地域経済は軍需産業によって潤った。その後1970年代から1980年代に地域経済の主役が、 金融業にとって変わられるまで、シャーロットにおける綿織物産業は続いた。バンクオブ、アメリカ本社シャーロットの金融機関は、その延元こそ19世紀末から20世紀初頭に辿ることができるものの、全米を代表する金融センターへと成長したのは20世紀後半に入ってからのことである。1874年にシャーロットで商業銀行として開業した、 コマーシャルナショナルバンクを前身の一つとするノースカロライナナショナルバンクは1960年代まではノースカロライナ州内に限定して事業を展開していた一地方銀行に過ぎなかったがヒューマッコールが1974年に社長にそして1983年に CEO に就任すると合併と拡大を繰り返し1991年にネーションズバンクへ そして1998年に全米第2のバンクオブアメリカへと成長した。2000年代前半にはバンクオブアメリカと双壁をなしていたワコビアのシャーロットにおける園芸は1897年に設立されたシャーロットナショナルバンクと1908年に設立されたユニオンナショナルバンクにたどることができる。前者は1939年に 当時ウィンストン・セーラムに本社を置いていたワコビア・バンク・オブ・トラストに合併され、後者は1958年にアシュビル・ヤ・ダーラムの銀行と合併して、ファースト・ユニオン・ナショナル・バンクになった。世界金融危機直前の2006年には、この両校をはじめとしたシャーロットに本社を置く金融機関の総資産の合計は1兆7000億ドルに上り、ニューヨークに次ぎ、 3位のサンフランシスコ以下を大きく突き放して、シャーロットは全米第2の金融センターとしての地位を確立していた。金融業の成長に伴って、市は高い成長を遂げてきた。1970年に24万1420人であった人口は1980年には31万5474人。 1990年には39万5934人、2000年には54万828人、そして2010年には73万1424人と40年間で3倍に膨れ上がった。しかしその一方で2007年以降の世界、金融危機の影響で大量の失業者を出しており、2010年代以降の成長については未知数である。 シャーロットの都市圏赤、シャーロットコンコードガストニア都市圏赤き、シャーロットコンコード広域都市圏黒点、シャーロット市シャーロットは北緯35度13分37秒整形80度50分36秒に位置している。市はノースカロライナ州南西部のピードモント大地上に位置し、州トローリーからは西へ約 240km、アトランタからは北東へ、 約3 9 0トル首都ワシントン DC からは南西へ、約6 4 0トルである。市の標高は2 2 9ルである。サウスカロライナ州との宗教からは北へ、約2 0トルで、市南端の一部は宗教に接している。アメリカ合衆国統計局によると、シャーロット市は総面積771.0平方キロメートルに属する。 アップタウン・ノース・デイビッドソン、サウスパーク・アメリカ合衆国内の多くの都市ではダウンタウンと呼ばれる都市中心部の中心業務地区はシャーロットではアップタウンと呼ばれている。もともとこのアップタウンという名称は1987年に地元最用手の新聞であるシャーロット・オブザーバー氏が使い始めたものであった。アップタウンは周回高速道路 I-77 本線。 およびその視線である I-277 に囲まれた両形状になっており、南西北東、南東北西のいずれも 3km 程度の範囲に収まっている。アップタウンにおいては、街路は整然と区画されており、南西北東に通る通りはトレードストリートを境に、北東へは N、南西へは S に、また南東北西に通る通りはトライオンストリートを境に、 北西へは W、南東へは E にそれぞれ分かれている。アップタウンに立つバンクオブアメリカの総本社、ビル、バンクオブ、アメリカコーポレートセンターは高さ871フィート、60階建てで、シャーロットで、そして、ノースカロライナ州全体でも最も高いビルである。アップタウンにはその他、デュークエナジーセンター、サビュー、ハーストタワー、ワン、ウェルズファーゴセンターといった、 超高層ビルが立ち並んでいる。シャーロットには199の地区があり、アップタウンから放射状に広がっている。アップタウンの北西に隣接するビドルビル地区は、シャーロットでは最も古くからある、アフリカ系住民のコミュニティである。アップタウンの東約3キロメートルに位置するプラザミットウッド地区は、シャーロットでは最も民族の多様性に富んだ地域の一つで、地区内には、 各民族の料理を出す店が点在している。アップタウンの北東約3キロメートルノースデービッドソン地区は20世紀初頭から中盤における繊維産業の中心地区から一転、1970年代から1980年代にかけて一度は荒れ果てたものの、1990年代に入って芸術の街として再生した地区である。 アップタウンの北東約1 5トルノースカロライナ大学シャーロット校のキャンパスを中心とした地区はユニバーシティ,シティと呼ばれ同学の学生や教職員が多く住んでいる。アップタウンの南約1 0トルサウスパークモールを中心としたサウスパーク地区は住宅地であると同時に中高層ビルが立ち並ぶ商業、業務中心地でもあり、 食樹近接型のエッジシティを形成している。シャーロットはシティマネージャー性をとっている。シティマネージャーは行政実務の最高責任者として市議会の採択した政策を実行し、当局に対してビジョン及びリーダーシップを示し、市政府の日常業務を監督する責任を負う。シティマネージャーの下には警察、消防、交通、 都市計画などの行政実務にあたる各局のほか、財務や人事などの管理部門各局、及びアシスタントシティマネージャーや内部監査などのリーダーシップチームが置かれている。これに対し、市長及び市議会は市の立法機関として条例の制定や市政策の決定に責任を負う。市議会は11名の議員からなっており、そのうち7名は市を7つに分けた。 選挙区から1名ずつ選出され、残りの4名が全市からの投票で選出される。市議員の任期は2年である。市長は市の顔としてすべての市会議に出席するほか、式典やイベントに出席する。また、必要に応じて、州トローリーや首都ワシントン DC、もしくはアメリカ合衆国外にも市の代表として出向くことがある。シャーロットは、 市軍一体の自治体ではないが、警察や都市計画局など、政府機関の一部は統合されている。また、シャーロット市政府とメクレンバーグ軍政府の各局、機関の事務所は共に、シャーロット・メクレンバーグガバメントセンターという一棟の合同庁舎の中に置かれている。アップタウンに立地する、この15階建ての合同庁舎は1988年に完成したものである。 シャーロットの治安は、全米平均よりはやや悪いものの、大都市の中では、良い部類に入る。2012年のモーガン・クイット・ノーによるレポートでは、シャーロットは、全米432都市中危険な順に150位で、人口50万人以上の33都市の中では、安全な順に8位であった。ノースカロライナ州内の他の主要都市と比べると、ローリーよりは悪く、グリーンズボロ。 ウィンストン・セーラム、ファイエット・ビル、ダーラムよりは良い。シャーロットはニューヨークに次ぐ全米第2の金融センターとなっている。全米第2の銀行、バンク・オブ・アメリカはシャーロットに本社を置いている。また、サンフランシスコに本社を置くウェルズ・ファーゴは2008年にワコビアを買収した後も、ワコビアの本社を引き継ぐ形で東部の重要拠点をシャーロットに置いている。 加えて、シャーロットには、リッチモンド連邦準備銀行の支店も置かれている。加えて、2000年代後半に入ると、シャーロット u s a ザニューエネルギーキャピタルの標語とともに、シャーロットは、エネルギー産業の中心地としても、地位を上げてきている。その中心となっているのは、シャーロットに本社を置き、フォーチュン500にも入っている、電力会社、デュークエナジーである。同社を含め、 シャーロットにおけるエネルギー関連会社の数は250社に上り、2011年には3万人近い雇用を生み出している。シャーロット市内には、バンクオブ、アメリカや、デュークエナジーを含め、フォーチュン500に入る企業が6社、本社を置いている。シャーロット市内に本社を置くフォーチュン500企業を過表に示す。このか、北港のムーアズビルには、住宅用品、 家電チェーンのローズが南東港のマシューズには1ドルショップチェーンのファミリーダラーがそれぞれ本社を置いている。シャーロットダグラス国際空港シャーロットの空の玄関口はアップタウンから西へ7キロメートルに立地するシャーロットダグラス国際空港である。同空港は US Airways 最大のハブ空港で同社の便を中心に全米各地や中南米主要都市。 西ヨーロッパ主要都市への便は発着しているのみならず、エアカナダによるトロントへの便や、ルフトハンザ航空によるミュンヘンへの便など、アメリカ合衆国内外130都市へ直行便があり、発着便数は1日700便に及ぶ。同空港の年間利用客数は3、825万人を数え、全米で11位、全世界でも25位である。シャーロットでは、 I-77 と I-85 の2本の高速道路が交わる。I-85 はピードモント大地を従環する幹線で、南西へはアトランタやモントゴメリーへ、北東へはグリーンズボロやローリー、リッチモンドへと通じている。この I-85 の支線である I-485 はシャーロットの環状道路となっている。一方、 I-77 は南へは、コロンビアへ、北へは、アパラチア山脈を抜けて、ウェストバージニア州とオハイオ州東部を貫き、クリーブランドへと通ずる。I-77 にも I-277 という視線があり、こちらはアップタウンをぐるりと取り囲む、都心環状線としての役割を果たしている。リンクスブルーラインアムトラックの駅は、シャーロットの中心街の北東。 約 2.5km 付近にある。シャーロット駅には、シャーロットとニューヨークを結ぶ昼、雪長距離列車カロライニアン号が1日1往復、シャーロットとローリーを結ぶ、中高中距離列車ピードモント号が1日に往復発着するほか、ニューヨークとニューオーリンズを結ぶ、クレセント号が北高、南行とも1日1往復停車する。シャーロットの主な公共交通機関は、 シャーロット地域交通システムが運行している路線バス網である。同局の路線バス網はアップタウンから放射状に市内を広くカバーするローカル、高速道路を経由してアップタウンと郊外都市を結ぶエクスプレス、郊外を走るコミュニティバス、アップタウンを通らず市内の各地区を結ぶネイバーフットシャトルからなり合わせて70系統を有する。また、この路線バス網に加えて キャッツはリンクスというライトレールも走らせている。リンクスは2018年現在、四北東部からアップタウンを経由して、市南西部へと向かう、全長19.3マイルのブルーライン、ダウンタウン南東部を走る、全長1.5マイルのゴールドラインの2路線が運行されている。デイビッドソン大学全米区で高い評価を受けているノースカロライナ州の大学としては、 リサーチトライアングルのデューク大学や、ノースカロライナ大学チャペルヒル校、ピードモントトライアドのウェイクフォレスト大学がよく知られているが、シャーロット都市圏にもこれらの大学に匹敵する評価を受けている大学が存在する。シャーロットの北高約 30km、デイビッドソンにキャンパスを構えるデイビッドソン大学は、1837年に創立した。 長老派教会系私立リベラルアーツカレッジで学生数約1800人、学生体教授の人数比級1、クラスサイズの平均16人という小人数制による教育を行い29の専攻プログラムを提供している。同学は全米のリベラルアーツカレッジの中で常にトップ25に入っている。同学のスポーツチームワイルドキャッツは NCAA のディビジョン I のアトランティック10、カンハレンスに所属し、男子10種目、女子9種目で競っている。ノースカロライナ大学シャーロット校シャーロット市内にも、いくつかの4年生大学がキャンパスを置いている。ノースカロライナ大学シャーロット校は、ユニバーシティ,シティ地区に1000エーカーのキャンパスを構えている。同学は1946年に2年生の大学として開校し、 1964年に、州立の4年生大学に移行、翌1965年に、ノースカロライナ大学システム4番目のキャンパスとして、組み入れられ、1969年から、修士の学位を、そして1992年から、博士の学位を授与し始めた2012年現在、同学は7つの学部を有し、学部に86、修士課程に64、 博士課程29の専攻プログラムを有し2万5000人以上の学生を抱える総合大学となっている。クイーンズ大学シャーロットはアップタウンの南約4キロメートルにキャンパスを置いている。同学は1857年に創立した長老派協会系の小規模私立総合大学で6つの学部を有し、学部に35、大学院に16の 専攻プログラムを有し、学生数約2400人、学生体教授の比が12、1というリベラルアーツカレッジに近い少人数制教育を行っている。同学は南部の地方区の大学の中で25位以内に入る評価を受けている。ビドルビル地区にキャンパスを置くジョンソン・ C ・スミス大学は1867年に創立した。 長老派協会系のリベラルアーツカレッジでヒストーレクリーブラックカレッジと呼ばれる、もともとはアフリカ系の学生に高等教育の機会を与える大学であった。シャーロットの K12 カほどはシャーロット・メクレンバーグ学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校88校、中学校39校、高校28校を有し、 14万人以上の児童、生徒を抱えている。2003年、同学区は4年生と8年生の算数において、都市部の10学区の中で、トップ、全米平均と比較しても良い成績で、学力が低くなりがちな大都市の学区においても高い、学力を身につけさせることができることを示した。ベクトラー近代美術館シャーロットは、南北カロライナの文化の中心地でもあり、特にアップタウンには、 多数の美術館や博物館が立地している。シャーロット市史上初のアフリカ系市長となった建築家、ハーベイビーガントの名を冠した、ハーベイビーガント黒人芸術文化センターは、アフリカ系アメリカ人芸術家の手による作品を展示するほか、音楽、ダンス、演劇、映画といった演技芸術や文学、芸術教室によって、シャーロットにおける アフリカ系アメリカ人の文化を後世に伝える役割を果たしている。ベックトラー近代美術館はアルベルト・ジャコメッティ、ジョアン・ミロ、ジャンティン・ゲリー、バーバラ・ヘップワースなどによる20世紀中盤の近代美術作品の収集、展示に特に力を入れている。デバイン新南部博物館はコットンフィールド2スコヨースクレイパースという常設展示を軸に 南北戦争以後の南部の歴史に関する事物を展示している。ディスカバリープレイスは科学技術や工学、数学に関する事物を展示し、アイマックスシアターも備える科学博物館である。ザライトファクトリー現代写真映画美術館は全米でも数少ない写真及び映画の作品に特化した展示を行っている美術館である。 アップタウンの外にもそれぞれの立地を活かした博物館がいくつか立地している。アップタウンの南に広がる住宅街の中、フリーダムパークの隣にはディスカバリープレイス社が運営するシャーロット自然博物館が立地している。同館は生物に特化した展示を行っており、館内には蝶が飛び交うスペースも設けられている。シャーロットダグラス国際空港の敷地内には 同空港の嗅覚納庫を転用し、軍用、民間用、商用の航空機やヘリコプターに関連する事物を展示しているカロライナ航空博物館が立地している。アップタウンから北東へ、ベルクシアターブルメンタールパフォーミングアーツは2100席を有するベルクシアターをはじめ、アップタウンに立地する6つの劇場を運営している。このうち、ベルクシアター、ブース、 プレイハウス、ステージドアシアターの3つは、バンクオブ、アメリカコーポレートセンターに隣接する、ブルメンタール演技芸術センターに、デュークエナジーシアター及びマクグローホンシアターは、その2ブロック北東のスピリットスクエアに、ナイトシアターは、ベクトラー近代美術館の隣にそれぞれ立地している。シャーロット公共楽団や、オペラシャーロットなど、市内の7つの演技芸術団体がこれらの劇場を、 本拠地としている。バンクオブ、アメリカスタジアムシャーロットには4大メジャープロスポーツのうち NFL と NBA の2つがチームを置いている。NFL のカロライナ・パンサーズは1995年のリーグ拡張に伴い、ジャクソンビル・ジャガーズと共に創設されたチームである。2003年には、パンサーズはスーパーボールに初出場した。パンサーズは1年目は、 サウスカロライナ州のクレムソン大学のスタジアムであるメモリアルスタジアムでホームの試合を行っていたが1996年にアップタウンの生誕にバンクオブアメリカスタジアムが完成して以後は同スタジアムを本拠地としている NBA のシャーロット・ホーネッツは2004年のリーグ拡張で創設されたチームであり2009年には創設6シーズン目にして 初の勝ち越し及びプレーオフ進出を果たしたが、その一方で2011年には NBA のロックアウトの影響もあり、7勝59敗の NBA 史上最低勝利数記録及び勝率1割6輪の史上最低勝率記録を作るなど、チームの成績はまだ安定していない。2010年にはマイケル・ジョーダンがホーネッツを2億7500万ドルで買収し、オーナーに就任した。 ホーネッツはアップタウンの中心に立地するタイムワーナーケーブルアリーナを本拠地としている。1988年から2002年にかけてはシャーロットにはホーネッツが本拠を置いていた。ホーネッツは1990年代前半、ラリー・ジョンソンやアロン・ゾ・モーニングラを相次いで獲得して、好成績を上げ、未来のプルズとまで呼ばれていた。2002年、ホーネッツはシャーロットを離れ、 ニューオーリンズへと移転した。2013年にはニューオーリンズペリカンズに解消した。これにより2014年にボブキャッツはホーネッツに解消した。ナスカー電動そしてシャーロットと切っても切り離せないスポーツがナスカーである。シャーロット都市験内にはナスカーの最上位カテゴリーであるスプリントカップシリーズに参戦するチームのほぼ全てがファクトリーを置きアップタウンには ナスカー電動が立地している。また、アップタウンから北東へ2 0トルコンコードには、スプリントカップシリーズ及びネーションワイドシリーズのレースが行われる、シャーロットモータースピードウェイが立地している。1931年より、ジムクロケットプロモーションズが、プロレスリング工業を本格的に行い、同地を基盤に、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、 バージニア州を地盤とし、ミッドアトランティック地区と呼ばれた。NWA、WCW、WWE がビッグマッチを開催し、数多くの全世界向けヘペイパービュー大会が開催されている。ビッグフレアーら多くのプロレスラーが居住する。ビリー・グラハム図書館シャーロットは、国際的な福音主義の伝道師であるビリー・グラハムを生んだ地である。 1950年にグラハムがミネアポリスで創設したビリー・グラハム福音教会は現在ではシャーロットに本部を置いている。市の西部、シャーロット・ダグラス国際空港の近くに立地する同教会本部の敷地内には2007年に開館したグラハムが育った農場の納屋を模したビリー・グラハム図書館が立地している。カトリック教会のシャーロット市教区はアップタウンの南西。 ディルワース地区に立地する聖パトリック大聖堂に本部を置いている。ノースカロライナ州の西半分を管轄区域とする同管区は1971年にローリー市教区から分割される形で創設されたものでアトランタ大市教区の管轄下に置かれている。またディルワース地区にはノースカロライナ州唯一の聖教会の大聖堂であるホーリートリニティ大聖堂が立地している。 毎年9月には、この大聖堂を会場として、シャーロット最大の民族イベントの一つである、イアソーグリークフェスティバルが行われる、住民全体の人口比は、黒人が35%である一方、警察官は18%で白人が75%を占める。シャーロットの都市圏、及び広域都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。 シャーロット・コンコード・ガストニア都市圏、シャーロット・コンコード・広域都市圏以下に、シャーロット市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。シャーロットは以下8都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。